キンプリ、同じメンバー離脱のセクゾとは全く異なる、濃厚多重感。平野騎士神宮寺が卒業ではない、闇部分。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。6月8日、元政治ゾーンへのマリウス派、23、がインスタグラムのストーリーズ機能を更新。 セクゾが前日7日放送のジップ。日本テレビ系で話していたトーク内容と合わさり相思相愛ぶりが話題となっている。マリウスさんは2022年末でセクゾを卒業し芸能界も引退。現在通っているスペインの大学で学業に専念しています。一方でセクゾは6月7日にマリウスさんが卒業してから初となるオリジナルアルバムチャプター。 をリリースしました。全国の CD ショップで発売されているわけですが、マリウスさんは一時帰国し、CD ショップらしき場所で撮った写真をストーリーズ機能で公開したんです。SNS では、東京渋谷のタワーレコードだろうと言われていますね。女性史ライター。マリウスが撮った写真は、天井にソロで1枚ずつ吊るされているセクドメンバーのビジュアルポスター。 特に仲良しだった松島聡、志25のポスターが目立つ構図で、中島健と29、菊池風魔28、佐藤勝利、志26、ら全員のポスターが一度に写った写真だった。マリウスが帰国してわざわざ元メンバーのポスターを撮った、これだけでも深い絆を感じるが、前日なのかの、ジップ。 デセクゾメンバーがマリウスの近況を話していたのもファンの盛り上がりに拍車をかけた。ジップ。デセクゾはチャプターにはマリウスと歩んできた10年が第1章。それがある上で、再出発の第2章という意味が込められていると解説。その上で、菊池、連絡取ったりしますよ。佐藤、インスタグラム見てくれていて、いいね。ガメっちや早かったり、松島。 ファンの子より早い時とかあります。中島、見守ってくれていますよ。と、話していたのだ。四角マリウスや北山が卒業だった一方で、ジップ。でも明らかとなったセクゾメンバーとマリウスの現在の関係性に、ファンより早くたわれこの写真撮る強びたん。 マリウス・サトシちゃんと一番目が合う位置で写真を撮る。マリウスマジで全身緑でサトシちゃんのうちは持って緑のペンライトつけて参戦するかもしれないいいねの速さもたわれこでセクシーたちを撮ることも昨日まで外国にいたはずのマリウスに全て負ける最強のセクラバなんでって言ってたのがちだった。と、大いにファンが盛り上がったのである。ジップ。 では、大っぴらにメンバーが名前を出していたし、ジャニーズ事務所を本当に気持ちよく辞めることができたのが再確認できました、ね。一方で、K.I.2A の北山博光ミーさん、37A の体育所補導アーもそうもらって、改めてイン・リー・ピンスのファンの間ではマリウスさんや北山さんとの扱いの違いを嘆く人も多いようですワイドショー関係者。6月7日。 北山が8月末でジャニーズ事務所から退場することが発表されたが、北山とキスマイについては、マリウスと同じでグループを卒業という文言が使われている。一方で、今年5月22日に金プリを脱退した平野史洋26、神宮寺勇太25、岸優太27の3人は、 昨年11月の発表当時から、脱退という表現が一貫して使われ続けてきた。平野と神宮寺は同日に事務所からも退場し、主演映画の PR を残す騎士は9月30日に退場することが発表された。金プリは、長瀬二24と高橋海人24の二人体制へ生まれ変わった。そのため、卒業と脱退の違いについて、 いか全部のオタク10年以上通ってるから言うの許してくれせくぞ。マリウス卒業キスマイミックン卒業キンプリキシ君カミちゃん資料脱退さすがにおかしいや、ローマリウス君北山君やインパは卒業でキンプリだけ脱退なの側から見てて違いがようわからん。事務所ともめたか円んかの違い疑問符という憤りの声が SNS で紛失しているのだ。 ちなみに、マリウス以前は、円満退場でも、脱退というワードだった、と、感める声もあった。四角5周年記念配信では、不自然なスルーも、前でのワイドショー関係者が話す。確かにマリウスさんや北山さんに比べると、平野さんたちの金プリからの離脱は強引だったのだろうなというところはありましたよね。事務所は否定していましたが、週刊踏み張る。 文芸春秋では、平野さんを中心に辞めた三人が、藤島ジュリー恵子社長と激しく衝突していた、とも報じられていましたよね。そして、それが、脱退という表現につながったのかも、と考えられています。マリウスさんに比べると平野さん、岸さん、神宮寺さんの名前を明け付けに出すのを、親近プリというか事務所は、どこか避けているところも感じますよね。 完全に多重視されているわけではなく、例えば5月24日放送のラジオ番組、KNG&OPS 流瀬角のレイディー・オー・ゴーデン文化放送では長瀬が11月4日に発表して、シオとジンとキシさんが違う道を進んで、俺とアマが KNG&OPS を続けるっていう、と、3人の名前を出している。 一方で、キンプリのデビュー5周年を祝して行われた公式インスタグラムや YouTube チャンネルでの生配信では、3人について言及することはありつつも、それぞれの人生。3人の方も同じ仲間として応援している。みんなが楽しくやれるのがいい。それが一番よね、長瀬。 小さい時からずっとみんな一緒にいたけどさ、もう大人になって男の決断だからね、高橋、と、直接名前は出さなかったのだ。長瀬さんと高橋さんは退場した3人と最後まで良好な関係を築けており確執などはないと言われています。ただ、5人時代の面影をいつまでも残しておくのは、新体制で売り出したい事務所的にはちょっと。 というところはあるのでしょう。ジュリー社長との深刻な確執が報じられるなど、平野さんたちの退場が少々強引だったことに加え、こうした大人の事情があるだけに、長瀬さんたちは堂々と元メンバーの名前を出しにくいのかもしれませんね。全能。メンバー間の中は最後まで良好だった金プリ。 マリウスとセクゾのように、公の場で長瀬や高橋から、卒業したメンバーとは、連絡は取り合っている、という話が聞けるといいのだが、近くヘップバーン様、マリウス派ハリウッド黄金期俳優も顔負けの、モノクロショット。コメント欄には、カノーオードリー・ヘップバーンを連想する声も、